ジャッカル配布研究所です。国民年金の方やったかな。どっちや。あ、健康保険の方か。それの減免の手続きをせなあかんっていうことで、離職票をもらって、あの、離職票を書いてもらわなあかんということで、どこにそれを持っていったらいいのかっていうことで、市の委員会なのか府の委員会なのかで、役所は市の委員会でいいんじゃないですかみたいなこと言って、市の委員会持って行って、金曜日やったかな、あ、金曜日先週か。で、な、今日今朝電話がかかってきて、これ風の方でやってもらわなあかん、風の方に持っていかな。で、吹田市の委員会にその離職書を返してもらうよりか、区役所の方でね、またもらった方が、まあ、近いからええかということなんですけど、まあ、ただその離職書を書いてもらうのに在職証明書っていうのを用意せなあかん。で、それは自分でこう調べてプリントアウトせなあかん。で、その離職票を書いてもらうために在職証明書を書かなあかんという数十の手間がある。めんどくさい話やなというね。まあ、そういうめんどくささも楽しめるような、タフな人間にならなあかんっていうことがね、人生というのは、まあ、一番大事なのは、手続きである。その手続きをいかに楽しめるかっていうことが、まあ、人生の醍醐味なのかなというところですね。まあ、めんどくさいけれど、いろいろと生きていくことはめんどくさいですけれど、めんどくささをね、楽しめるような、頑張っていきましょう、皆さん。ね。私、これ、表に、あれする、ホワイトボードのやつを、書き換えをね、しているところなんです。で、まず消さなあかん。これも仕事のうちなんでね、綺麗に消えないな、なかなか。あ、疲れた。もうこれでいいか。今日の問題は、これですね。待って、この中何が入るでしょうかというのが問題です。さあ、皆さんも考えてください。